はい、レオンチャンネルです。年内最後、2017年最後の大量買い動画へようこそ。いや、今年もめっちゃおもちゃ買ったね。プレ版でもポチりまくりましたし、レビューできたもの、レビューできなかったもの、いろいろありますが、例年通りクリスマス商戦が終わった後、この後すぐにお正月商戦が来ますから、それに合わせてこの土年末の中、おもちゃが発売されまくりました。そしてこれだよ、仮面ライダークローズのパワーアップフォームのクローズチャージに変身するためのデラックススクラッシュドライバー。やっぱ来たね。カレンダーには書いてませんでしたが、この間のビルドの放送で CM が先行であって、グリスとクローズチャージが使うらしいんですけど、 CM 公開からの速攻で発売来ましたね。ゲネシスドライバーとかも確かこんな感じですよね。さらにデラックスツインブレイカー、これも2人とも使うやつなんだ。ただいつも通りではありますが、僕は本編で登場するまで本レビューはありえませんので、後でね、開封動画はやりますけど、詳しい使い方とかは1月7日の龍河の変身とかを見てから動画をアップしたいと思います。一応外箱を見るとクローズチャージとグリスがいて、ゲネシスドライバーやっぱ思い出すし、ゼリーなんだ今回は。ゼリーを潰してライダー変身、これは今までなかったね。でもこんなの何回も潰して、ここのパーツがシワシワになったりしないのかな。定価はゴッキュッパで5380円で買いました。後で開けよう。で、2人が使う武器のデラックスツインブレイカー、バリズンソードっぽいねって言いましたけど、ここがパイルバンカーになってて、アルトアイゼンかって感じですが、2モードに変形するってこと。ビームガンとパイルバンカーだ。でもこのギミックとかカラーリングがやっぱりバリズンソードっぽいんだよな。定価は4000円で3600円で買いました。北斗のライダーと龍河がなんで同じアイテムを使うんですかね。そしてこれもすごくないですか。ソフビがクローズチャージ発売したんですけど、頭部パーツオールクリアなんですけど、あ、前面か、前面のこの部分オールクリアパーツで、こういう風に派手にクリアパーツが使われてるソフビってこれまであったっけ。あんまり覚えがないけど、めちゃくちゃ豪華な作りになってますし、ライダーヒストリー基準のプロポーションですから、見た目も相当いいんですけど、定価は1000円で、ソフビもどんどん高くなっていくな、800円で買いました。そして来た、これも BCR の08、ビルドラビットタンクスパークリングで、これは遊び方はいつも通りですが、派手な造形もあって着せ替えが楽しそう。そしてウルトラマンジードが最終回をこの間迎えてしまいましたが、来年からオーブクロニクルが始まりますから、それに合わせてデラックスオーブリングの再販スペシャルセットが発売されました。定価5700円で4560円で、最初からかなりいろんなフュージョンカードがついてて、この部分にデラックスオーブリングと同仕様の商品にカードを4枚追加したセットですと書いてありますから、特に追加音声が入ってるとかそういうことではありませんよね。そして同時にフュージョンカードのスペシャルセット1、2も発売して、フュージョンカードって一部なかなかもう手に入らなくてプレネ化してますから、この再販も助かる人が多いですよね。定価はどちらも1200円で960円で買いました。一通りこの3つセットを買えば、ウルトラマンオーブ関連はいろいろ遊ぶことができますね。オーブカリバーとかまだ普通に売ってますからね。そして妖怪ウォッチからは秘宝エンブレムのもういよいよフィナーレかな、2個1セットになってて、今回ツートンカラーですし、アーマーテラスとアンコールデッド、映画で登場した闇エンマの武器のデラックス闇エンマアギと、エンマのエンマブレードとカイラの蛇王剣が合体したもので、それぞれの妖精剣も付属しますし、この妖精剣はオーガにも対応してますよね。で、妖精剣を2個セットすることでいろんな音声を楽しむことができます。定価3600円で2880円で買いました。そしてスナックワールド、先に先行でゲーム実況も含めてレビューさせていただきましたが、もちろんあの時あのスタジオでしか触れなかったいろんなジャラだったので、僕の手元にはありませんから、今日発売日に合わせて買ってきました。トランスジャラのデトニックツインギアとフェアリークロスエッジ、これ両方ともねゲームでめちゃ使いやすかったですよね。で、さらに第4弾のトレジャラーボックスドラゴンと時の歯車、これも動画でレアリティの高いものをなんと出してましたが、
もちろんその場で回収されてしまいましたので、やっと自分の端末で遊ぶことができる、いいなぁいいなぁって感じでいろいろね触った挙句そのままスタジオで回収されちゃいましたからね、ちょっと悲しかった。あとそうだ、オーブクロニクルの放送に合わせてウルトラヒーローシリーズもリニューアル発売っていう形で5フォームが一気に発売して、さらにジャグジャグさんも出ましたが、現時点で旧バージョンも普通に売ってますし、リニューアルとはいえ何か変わった？特に変化なしっぽく見えますが、またこれは前のバージョンと比較してみましょう。とりあえず一気に揃えられるのはいいですね。一応マガシリーズとかもね、まだ普通に買えますからね。個人的にはデラックス怪獣系なら絶版ドンが一番おすすめです。ということで本当にいろんなおもちゃが出ましたが、僕ここ最近 2,3 日昼間に動画をあんまり出してなくって、夜にポンポンと出すことが多いんですけど、昼間何やってるかっていうと、部屋をね大掃除してて、これは今年中にちゃんとレビューできたなとか、これ結局レビューできなかったなとか、いろいろ眺めながら綺麗にしてるんですが、大掃除動画のアイテムをかき集める傍ら掃除するって感じでやってたんですけど、意外と連続開封で使えそうなアイテムっていうのがあんまり今なくって、ほぼないのかな、まあ、ビックラ卵ぐらいって感じで、なので今年大掃除動画やれなさそうなんですよね。いろいろ見てもこれで結構もう部屋綺麗になったんですけど、これは一気に開けたいなっていうのが割となくって、もしまとめられるようであればそういう動画を出しますけど、今のところ大掃除動画はないかなと。ただおもちゃのランキングの動画とか、あとは今年買ったフルボトルとかは撮りたいので、それは動画を年内に出したいなという感じでございます。とりあえずこの後すぐ、まずは本レビューではありませんが、デラックスツインブレードとデラックススクラッシュドライバー開けようぜ。以上、レオンチャンネルの今年最後の大量買い動画でした。今年もこの動画見ていただいてありがとうございます。2018年も同じような感じで動画アップしていきたいと思います。